子供は親を選べない。親も子供を選ぶことはできない。ジャピーノ、僕らのようなフィリピンハーフの構想を呼ぶらしい。だって俺フィリピン人でフィリピンパブ嬢の子なんで。ジュン君はさ、将来のこととか考えないの？ちゃんと考えてくれないんだったら別れるから。これ森下さん、来月マミと結婚するのいいな。これ俺の親父。何のかも。ママから自由になれるようにって父親探してて。君、リサの。リサのバカ、まだ日本にいなかったか。なるほど、そんなことするのは外人しかいないの。懐かしいの、カマちゃんじゃん。異なる文化を持った母親への眼差し、そして愛の問題についての物語。ダメだろうね、あんたの子だから。どうせ幸せになれないよ。俺もあんたもな。